ハイドロマジェスティックホテルは、オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、メドローバスにあるホテル。このホテルは、グレートウェスタンハイウェイの西側、メガロングバレーを見下ろす崖の上に位置している。このホテルは保存建築として登録されており、アールデコやエドワーディアン建築など、様々な建築様式の風変わりな混合が見られる。主な建築場の特徴は、カジノのドームである。 このドームは、シカゴで購入され、オーストラリアへ船で運ばれ、右車で、ブルーマウンテンズまで運ばれて、当地で組み立てられた。1910年頃のベルグラビアホテル。オーストラリアの小売業者マーク・ホイは、当地に光線が出るものと考えて、ハイドロセラビーのサナトリウムを建設することを構想した。ホイは所有していたマーク・ホイズ百貨店の株式を、 処分して資金を調達し、1901年から一体の土地を購入し始め、1903年以降は本格的にホテルの開発に取り組んだ。ハイドロマジェスティックの敷地は、もともとは3つの別々の土地所有権の下にあり、それぞれに建物が建っていた。まず、1851年にニューサウスウェールズで最初に金を発見したと称していた。 エドワード・ハーグラ・レーブスの息子、ウィリアム・ウェイチ・ハーグレーブスの別荘が、公平法に従って登記され、シドニーのオーストラリア博物館に新託されていた。周囲が丹念に造園され、樹木や漢木が廃されていた。この平屋の建物は、1901年にマーク・フォイが購入し、ハイドロ・マジェスティックのハーグラビアセクションとなった。次に、ホテルがあった。 1891年に竣工したベルグラビアホテルである。このホテルは入浴施設を備えた雇用施設であり、建物はクイーンアン様式で建てられていた。この施設はエリス夫妻が所有していたが、1903年にマークフォイが取得した。三つ目はアルフレッド・タッカーが所有していたコテージであり、この門番の小屋の北側には、 タッカー未亡人が経営するゲストハウス、ワンダーランドパークがあった。当時は街の名はメドローと言ったが、マーク・フォイはニューサウスウェールズ州政府に請願を出し、現在の街の名であるメドローバスへの解明に成功した。フォイが解明を働きかけた理由が、地名の響きをより威厳あるものとしたかったためか、州内にあった同盟の街との混同を避けたかったのかはわからない。 フォイは惜しめなく、資金を投じて増援し、牛乳を絞るためにチ中シを導入した。また、抜かりなく自家発電施設を備え、シドニー大都市圏より4日早く電話を導入して、シドニーの証券取引所との通話を可能にした。ハイドロマジェスティックホテルは、1904年7月4日、吹雪の中で正式に開業した。その時点で、光線はすでに枯れていた。 マーク・フォイは大きなスチールのコンテナを使ってドイツからミネラルウォーターを輸入した。コンテナに入れられドイツからオーストラリアへ運ばれた水はひどい味がしたというがむしろそのために健康に良いに違いないと考えられた。ホテルの客たちはこの水を定期的に飲むよう指示された。1906年にはこの手の健康法の人気はスタレマーク・フォイは この施設を贅沢な休養地としてリブランドしてハイドロマジェスティックと改名した。雇用や療養に関する記述はすべての広告から消えたが、その多くは客の要望があれば利用できた。1920年代の広告ポスター。1913年10月、フォイは施設全体を実業家でニューサウスウェールズ州議会の議員だったジェームズ・ジョイントン・スミスに 6万600ポンドで売却したと報じられたが、その後も経営に関与した。第二次世界大戦中、敷地内の建物は、アメリカ軍第118総合病院として使用された。このホテルはしばしば火災に見舞われており、1912年には洗濯室が消失した。また、1922年には元からあったベルグラビア胸が失われたが、 1946年には新たなベルグラビアム年が竣工した。周辺はブルーマウンテンズ国立公園に囲まれているため、ホテルはしばしばブッシュファイアーの危険にさらされてきた。2002年12月8日にはホテルのごく近くまでブッシュファイアーが及んだ。このホテルは1984年に歴史的建造物としての認定を受けた。何十年間も 老朽化が進み、手が行き届いていなかった、ハイドロマジェスティックは、1990年代に一連の修復工事を行った。2002年から2006年にかけて、アコーホテルズグループが関わった。その後は少し規模が小さいマレーシアを拠点とするグループが、ハイドロマジェスティックのブランドを借りたホテルをアジア各地で展開し、2007年には、 クアラルンプールにもハイドロマジェスティックの名を冠したホテルができた。2004年以降はエスカープメントグループがホテルを所有し、運営にはその他の企業も参画している。2008年には改修のためにホテルは一時休業し、新しい所有者たちがホテルを修復し、新たな施設を付け加えることになった。新たに所有者となったホォングエンとジョージサードは、 1100万ドルで施設を買収し、回収に3000万ドルを投じたと言われている。ホテルの所有者たちは2012年後半にハイドロマジェスティックホテルの再開発を表明した。第1段階の工事は2014年6月に完成するものとされたが、実際にネット上のサイトでの予約受付の開始は12月までずれ込んだ。第一段階では、 歴史的な区画であるカジノから敷地の南側の端までが対象となり、新たな建物の建築や松並木を含む樹木の植え直しや美化など、庭園の整備などが行われた。メガロングバレーの断崖に面して 1.1km に及ぶホテルのファサードもリノベーションされた。改修されたホテルでは、かつてのカジノの建物がカジノロビーと名付けられた入り口の大きなロビーと、 宴会場に転用された。カジノロビーの背後には、ウィンターガーデン・ザ・ウィンターガーデンと名付けられたレストランが入った。その他の歴史的な建物では、ビリヤードルーム、キャッツ・アレイ、ハーグレーブス・ハウスのマジェスティック・ボールルーム、デルモンテ会議室が、この段階で改修されるものとされた。改修の第2段階では、第1段階の完成の2年後をめどに、 新たな宿泊棟と大規模なスパ施設の建設が計画された。かつてのベルグラビアラウンジを改装して宿泊客専用のホテルゲストラウンジバーを設けるのが古い建物の最後の大改修とされた。ベルグラビア棟の改修と新たなマークホイ棟の建設により長望付きのラグジュアリースイートがハイドロマジェスティックホテルに増設されることになった。 第2段階を経たハイドロマジェスティックホテルには南半球最大級の総合的なスパ施設が整備され700平方メートルの光線水のスパやプールとともに看板となるハイドロセラピーの施術も用意されている。第2段階には既存のデルモンテ、ハーグラビアの建物の中の古い部屋の改修も含まれている。キャッツアレイにはカクテルバーが設けられた。 カジノの特徴的なドーム、1938年、撮影。カジノの内部、1900年代初め撮影。カジノ、1907年撮影。このホテルで、最も印象的な建物の一つは、カジノである。ここで言う、カジノは、会議場、パビリオンといった意味合いであり、この場所が正式に賭博に用いられたことは一度もない。カジノの建物は、 ビクトリア朝高期のイタリア風建築で、ウェディングケーキのような形状をしており、現在は大宴会場として使われている。この建物は、1900年代初めに、シカゴから部材が運ばれ、1903年に、当地で組み上げられた。このカジノでは、デイムネリーメルバの有名な長々と続いた1928年の引退工業のツアーの初公演が開かれた。デイムクララバットも、 ここで公演を行った。この場所で最後に公演が行われたのは1969年のことでオペレッタ、ミカドがささやかな規模で上演された。カジノは再開業後にはホテル施設への正面入り口となり、ラウンジや宴会場、レストラン、ウィンターガーデンに付随する多目的空間、バー、パッセージへの入り口となっている。エドモンド・バートン・オペラ歌手のネディ・メルバや、 クラーラ・バット、また、女優で歌手としても知られたネリー・スチュワートは、何度もこのホテルに滞在し、また講演を行った。兵器製造企業クルップの女子相続人であった、ベルタ・クルップは、ベヒシュタインのグランドピアノをホテルに寄贈した。シャーロック・ホームズものの著者であるサー・アーサー・コナンドイルは、ブルー・マウンテンズから着想して、失われた、世界、ザ・ロスト・ワールドを執筆した。 プロボクサーのトミー・バーンズは、1908年にシドニーで行われたジャック・ジョンソンとの世界タイトル戦を前にハイドロ・マジェスティックでトレーニングキャンプを張り、トレーニングの一環として参道を何マイルも走っていた。オーストラリアの初代首相、サー・エドモンド・バートンは、政界から引退してオーストラリア高等裁判所の判事となったが、1920年に休暇を過ごしていた。 このホテルで心筋拘束のために亡くなった。ありがとうございます。